今回は新紙幣が来たぞという動画をお届けします。皆さんこんにちは。 YouTuber のゆいこです。いつも動画のご視聴並びにお付き合いいただき誠にありがとうございます。チャンネルのフォローや動画の高評価ボタン、コメントも嬉しいかつ励みになります。通知の拝見やお返し、高評価ボタン、ハートマークをつけることも同様です。これからも応援の方よろしくお願いします。今日の応援団は、ゼニガメの大きいゼニガメのカゲルくんです。真正面から見るとお相撲さんみたいに見えるから若隆景関の影をいただいて、でるは別に意味がないんですけど、なんか響き的にカゲルくんっていいかなと思ってカゲルくんっていう独断で命名しました。では今日ね、私ちょっとね取りだめしてなくって、まさに配信する日に動画撮ってるんですけど、近くのスーパーマーケットにお買い物に行ったら、なんと千円札新紙幣が2枚もお釣りできたんですよ。千円札以外まだ、見てないんですけど、向き、ちょっと待ってよ。あ、いいんだね。向き、わからん。視覚障害者なので、バリッバリ逆さになってるかも。一応、こう向き。はい。視覚障害者なので、思いっきり向き間違えてる可能性大いにあります。はい。で、なんか、右手の親指が当たってるところ、なんか縦にこう、ザラザラしてる。多分、線って書いてあるのかな。いや、一気に2枚来るってなかなかないですよね、新紙幣が。びっくりした。でね、明日、品川の新馬場っていうね、京浜急行の駅があるんですけど、そちらの方で、障害があるアーティストが主に集まる、まあ、あとはあれだね、難病を持ってるよっていう人とかが集まるパラコンサートに出させてもらうんですよ。それで、障害がある演奏家は舞台費は払わなくていいですっていうことなんですけど、まあお金は天下の回り物ですっていう話をね、いつだっけ1ヶ月いつだか聞いたんですよ。それでね、まあ要は寄付したりすると運気が上がりますよっていうような話だったかな。なので、まあお金ってね、自分だけにとどめるんじゃなくて循環するものだから、時には寄付したり、まあ、募金とかするのいいですよって話をね聞いたんですよ。なので私はこの新紙幣を明日募金しようかなと思っています。まあ、難病と向き合ってる歌い手さんも出演されるので、多分その方の何ですかね、治療費とかに当てられるのかな。まあ少しでもねお役に立てればと思って、明日新紙幣をね募金しようかなと思っています。あと なんだろうね、なんかある視覚障害の方が言ってたんですけど、今までの千円札よりも薄いねっていう感じの話をされてました。いや、向きはね思いっきり間違えてる可能性、一応こう向き思いっきり間違えてる可能性大いにある。はい。 いやでも2枚もねボボンって新紙幣がお釣りでくるってすごいですね。はい。というわけでね、今回は新紙幣が来たぞという動画をお届けしました。いかがでしたか。そう、先月からね毎晩8時40分からね、ワクワク引き寄せ感謝ワークという視覚障害のLINE ユーザー限定のミーティングをやってるんですよ。で、感謝するっていうことに最近スポットを当てて、
日々生活をするようになりつつあります。まあ、まだね完璧じゃないんだけど、やっぱりついね暑いなとか、もう電気代高いなとか、ついね不平不満って言ってしまいがちなんですけど、そういうふうに口にしたりすると心がこう貧乏体質になっちゃう、貧乏になってっちゃうみたいな感じだと思うんですよ。だから何がなくとも感謝をすることを心がけると、まさにこの新紙幣もその一つだなと思っていて、まあ、1日にね感謝できることを10個ね上げてみましょうみたいな。それで感謝リストを、まず10個の感謝をリストにしてこう作成して、でその感謝できる理由をね書いてくださいみたいな。それでそれを一つずつ、まあ、声に出すなり心の中なりで読み上げて、で魔法の言葉であるありがとうを3回言いましょうみたいな、そういうワークをねやってるんですよ。これはロンダ・バーンという人のザ・マジックという書籍がありまして、そちらのザ・マジックを用いたワークなんですけど、で、まあ、まさにその感謝リストをね10個あげた中にお金って書いたんですよ。まさに今日起きてから、そうスマートフォンに10個の感謝リストを10個も書いた時にお金って書いたんですよ。まさに何でしょう、魔法にかかったような感じだなと思いましたね。新紙幣が2枚お釣りで来るって、はい、まあ、ちょっと余談でした。なのでもう私は意識的にありがとうとかね使うように心がけています。なので皆さんもどんなに小さいことでもね感謝の気持ちを持つと周りの世界もね一長一短では変わらないと思うんですけど、ちょっとずつね変わると思いますので、はい、感謝の気持ちを抱くおすすめです。はい、では今回の動画ここまでです。お付き合いいただき、ご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネルのフォローや動画の高評価ボタン、コメントもいつでもお待ちしております。お気軽にどうぞ。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。多分次回は新バンバの様子をあげるかな。はい、以上 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。